つまりうちは君の知らないレシピを持ってる。ちょっとむせちゃった。話しにくくなってきたみたい。いいだろう。今日取引をしてくれるのはあなただったというわけか。さあ、言え。どうすればそのレシピを渡してくれる？ううん。レシピじゃなくて、調合済みの薬を持ってきたのよ。何？前にラワットさんが開発したスキンケア用品を試したとき、特別な成分が含まれてることに気づいたの。だから、友達に頼んで材料を集めてもらってね。調合したらこの薬ができたのよ。このことから、あのスキンケア用品には君たちの成果が含まれてるってことよね。ふん、その通りだ。あれの一部の原料は私たちがラワットに提供したものだ。ただあれにはわずかな有効成分しか含まれていない。原液の効果には到底及ばん。希釈の過程を反転させる方法を見つけたの。その方法を使えば、あのスキンケア用品から原液に近いものを得られる。ありえない。じゃあ一部の材料を言えば信じてくれるかしら。まずは濁水原霊の組織成分と異界のつゆを3対7の比率で配合するの。濁水原霊と異界のつゆ、そのようなアプローチが全く思いつかなかった。さあ取引をしましょう。いいだろう。私のいる窓の下に商品を配送するためのパイプがある。そこに薬を入れろ。そしたら解放してやる。ダメよ。君は自分の病気を隠すような悪い子だもの。信じられない。先に扉を開けてくれたらこの薬をあげる。ふん、たとえそれが本物であっても私の顔を一時的に直すだけだろう。なぜそれで対等に交渉できると思った？もうバルブを閉めたりはしない。残された時間はわずかだ。じゃあうちは薬を持ったままここに立ってる。もし毒で倒れたら薬の瓶も割れちゃうけどいい？ち、扉が開いたぞ。閉められないようにすぐ扉の仕掛けを壊してください。いい子ね。じゃあうちも約束を果たすのよ。看護師長、毒ガスの濃度が高くなっています。すぐに退避を。ご助力を。
もちろん分かってるぞ。看護師長、隊員と犯罪者どもの確認が取れました。皆無事のようです。脱走者はメロピデ要塞に連行いたします。ただ残念ながらラバットはいません。完全に行方不明です。はぁ、あの犯罪者たちほんとたちが悪いぞ。特にあのポトンってやつ、もしあいつが最後に薬と引き換えに扉を開けてくれなかったら、みんな死んでたかもしれないぜ。ううん、その心配はなかったのよ。うちはいつもいろんな解毒剤を持ち歩いてるし、あの毒ガスに効くものもあったから。扉を開けてくれなかったとしてもみんなを守れたの。え？じゃあなんであいつに薬を渡したんだよ。看護師長、でしたら正直なところ、あの薬は渡すべきではなかったと思います。もし彼が顔を変えてフォンテーヌから逃げてしまえば、その仲間をいくら尋問しようと居場所をつかめないでしょう。ううん、薬を渡したのはこれから向かう場所を確認するためだったの。どういうことですか？急ぎましょう。彼女はそう長く持たないでしょうから。私が小さいからって勝てないと思ったら大間違いよ。隊長、ちょうどいいところに来たわ。潜伏してたらこの人がこそこそと家に入ろうとしてて、ちょうど今取り押さえたの。ふん。え、その顔、ポトン、まさか本当にここに来ているとは。なんだって？正確に言うと、これは顔が腐る前のポトンです。指名手配書に載っている顔はこのようなものでした。そう、やっぱりね。どういうことだ？薬を持って行ったのにフォンテーヌから逃げ出さないどころか、むしろ前の顔に戻すなんて、自首でもするつもりか？くだらん憶測はいい、中に入れてくれ。おとなしくしてちょうだい。家には病気で弱ったおばあさんがいるの。あんたのような悪党を入れるわけないでしょ。もう今更隠さん。いいか、私はラワットだ。この家にいるのは私の母さんなんだよ。嘘だろ。脅迫されてたラワットがこの凶悪犯と同一人物だって？脅迫されてたラワットこいつは傑作だ。今日聞いたジョークの中で一番面白い。当時脅迫を受けてた頃、誰もが私を犯罪者の仲間だと思ってた。それが本当の犯罪者になった途端、脅迫されてると思い始める。顔がいいだけでこうも都合よく解釈されるとはな。ごたくはいい、さっさと説明しろ。説明？ああ、いいぞ、聞かせてやる。まだ私がポトンだった頃、この世界からは悪意しか感じられなかった。何をする気？どっか行きなさいよ。異性に嫌われ、協力？まともな研究をしてるようには見えないが、同僚にはバカにされ。君がポトンか？今やってる研究に興味があるんだ。よく考えてみてくれ。投資の話を持ちかけられるなんてそうめったにないだろう。
悪人だけが協力を申し出てくれた。足を洗うだ？よしといた方がいいぜ。うっかりお前の写真をマレショーセファントムに送っちまったんだ。もう共犯なんだよ。指名手配書もあるみたいだぜ。しばらくはあんま出歩かない方がいいかもな。ロシに関わって捕まっちまったら二度と出てこれねえぞ。引き返せなくなるまで、私がポトンじゃなくなるまで。ラワットさん、ちょっと話があるの。異性に好かれ、新しく開発された薬に興味があるんだ。本当に天才的な発想だよ。手を組んでみないか。いや、特許使用権を申請するから、その許可だけでも。同僚から珍しく褒められ、そちらの研究に興味があるんだが、君に投資したいという人は大勢いるだろう。こっちは後でもいい、ただの好奇心で聞いてみただけだ。そう警戒しないでくれ。悪人からは敬遠された。ラワットになったことで分かってしまった、この世界がいかに虚偽に満ちているかがね。それでも世の中を責めなかったよ。何しろこんな虚偽にまみれた世界でも利用できるからだ。なのになぜこの世界を憎む理由を私に強いる。母さん、ただいま。調子はどうだ？あなたは誰？いくら高い薬を買っても母さんの病気は治せなかった。ならせめて最後に息子の顔を見せようと思ったんだ。のけ者にされてた時、気にかけてくれたのは母さんだけだった。もう一人の私の名声がフォンテーヌ科学院に広まったが、母さんはその私を知らない。どうしても母さんに会いたかった。たとえ昔の不細工な顔に戻ってもな。これでいいか？もう満足しただろ。早く中に入れてくれ。今さら母親に合わせる顔があると思ってるのか。見た目を変える術を手に入れたというのに、犯罪者たちから逃げることを選ばなかった。むしろ仲間になることを選んだというのに。ふん、儲かる商売があるのになぜそれを手放す。ロシの数十倍の利益が出るんだぞ。それも合法的にだ。お金のために悪人であり続けるなんて。悪人？その基準は何だ？悪事を働いたかどうかじゃなく、顔が整ってるかどうかか？私のもう一つの顔が悪人だなんて誰も思わなかったぞ。あなたたちにとやかく言われる筋合いはない。あなたたちだってこの虚偽に満ちた世界の一部に過ぎないんだ。後悔はしてないぞ。母さんもきっと理解してくれるはずだ。こいつ悪すぎるぞ。特に口が。でも今の顔も悪人の顔だとは思ってないのよ。ふん、冗談はよせ。見たところ今の自白に少しも驚いてないようだな。いつから気づいてた？君にあの薬を渡すまではただ疑ってただけよ。いつから疑ってたかというと、初めて医務室で君に会った時からね。その疑いを確かめるためにうちはこの調査に参加したの。